レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。今日はね、今日のソクルの買い方とリスク許容度の話ということをね、少ししていきたいと思います。コメントの方でね、今日 SXL どんな感じで買っていったらいいんですかねというね、ご質問の方をいただいておりますので、そちらの方の解説と、そしてリスク許容度ということで早速始めていきましょう。スタートです。はい、ご質問の方ですね、こんにちは、ソクル買い場ですねと、一気に買うのでしょうか、初心者質問ですいませんということでね、まあ長期目線で考えればね、いつ買ってもいいソクルなんですけれど、短期目線ではね、そういうわけにはいかないということになっておりますので、今日のね、ソクルどういう状態になれば買って、どういう状態だったら堅持していくのかっていうのをね、私の方がまあ、どのように考えているのか、こちらをね、皆さんと情報共有していきたいということで、現状の SOXL は終わり値が 22.93 で終わっております。月曜日の最安値は 20.66 でした。そして直近の高値は 28.75 ということになっておりまして、基本的なね、買い方っていうのは、直近の高値 28.75 に戻った時に何ドル利益が欲しいのかを考えてください。人によっては1ドルでもいいという人もいれば、10ドル欲しいと思われる方もいてると思います。私の場合でしたら5ドルは最低欲しいなと思いますので、5ドル利益を取ろうと思えば買い付けの方は 23.75 までに収めていかないといけないと。ちょっと欲張ってね、6ドル欲しいなと思いますと 22.75 以下で買っていかないと、しっかりとしたね、利益が取っていけないということになりますので、まあ皆さんね、何ドル欲しいのかっていうのを考えて、で、そこから引き算をしますとね、まあおのずと買い付け可能額っていうのは出てくると。あとは今日のね、最安値がそれ以下になれば、まあ、極力安く買った方がお得ということになってきますね。まあ極力その日その日の最安値を購入していきながら、自分の基準ですよね、6ドル欲しいんだったら 22.75、これをね、もう突き抜けて25とか26になっていったらもうね、買えないという状態になってきますよね。まあすごく簡単ですよね。ですので、まずはね、28.75 に戻った時に何ドル欲しいのかっていうのを考えて、そして差し値を考えると、そして、それ以下で買わないとダメですからね、ギリギリそれに合わせて買っていたらダメですので、それ以下に、ね、なるかならないかというところ、それをね、まあ、相場と向き合っていくと。で、合わせてですよね、月曜日までは TDC ケンシャル的にね、下落トレンドだったんですよね。そして今、この動画を撮っておりますのが、お昼の13時10分ということになってるんですけれど、ナスダック100の先物の方が、上昇トレンド1に変わってるんですね。このナスダック100の先物の方も、月曜日までは下落トレンドというのをね、TDC ケンシャル的に表していたんですけれど、それが後々底を打ったということでね、今の段階では上昇トレンドに変わったと。そうなると SOXL もおそらく上昇トレンドに今日変わるんじゃないかというふうに予測しておりますので、2つのポイントが重なった時にね、今日 SOXL を購入していくと。それは TDC ケンシャル的に今日のマーケットが開いた瞬間上昇トレンドになっているんだったら買い、そしてもう一つ、上昇トレンドになっていったとしても、6ドル欲しいと考えてるんだったら 22.75、5ドルでいいと思うんだったら 23.75、これ以下になったんだったら買うというね、まあ、この2つの要素が合わさった時に購入していけばね、間違いはないんじゃないかなと思っております。さあ、そうしましてね、もう一つリスク許容度の話ということでね、今日ポーさんの方が資金管理の話をされておりまして、まあ、その時にね、ふと思ったことで、今いつもね、思ってることなんですけれども、ポーさんのね、話を聞いていて、なるほどなと、ただどうなんだろうということがありました。これは別にポーさんをディスってるわけでも何でもなくてね、私が普段思ってることということになります。リスク許容度の話ということで、リスク許容度って、まあそもそも論として何なんだということでね、ググってみますと、リスクとは収益、リターンのブレのことですが、収益、リターンがマイナスに触れてしまった場合、どれぐらいまでならマイナスになっても受け入れることができるかという度合いのことをリスク許容度と言いますと、いうね、ふうになってるんですけど、これはいつも思うんですけどね、どうやってこのリスク許容度ってね、測るのかなと。
リスク許容度がね、大きい人は、まあ、レバレッジ型の商品やっても大丈夫と、逆にリスク許容度が低い人は、まあ、S&P500 にしておいた方がいいとかっていうふうにね、言われるんですけれど、それってどうやってわかるのかなって思うんですよね。なんでかっていうと、私はリスク許容度、まあ、200万円までマイナスになっても大丈夫とかって思ってた人が、まあ、レバナンスとかね、ソグル買って、そして、どんどん下がっていって、実際はね、100万円トータルリターンマイナスになったというところで、あかんがなということでね、これ以上はもうね、無理とかと言ってね、まあ、狼狽売りかけてしまって、その後すぐに反転上昇していって、やらかしたとかっていうことって多々あると思うんですよ。実際に自分の資産が目の前で日に日に溶けていくのを実感した人じゃないと、リスク許容度なんて本当わからないんじゃないかなと。暴落が来るまで頭の中ではね、俺だったら100万までだったら大丈夫とか、300万までだったら大丈夫とかって思ってた人が、実際に暴落が起こっていった時に、あかん、耐えられへんということで狼狽売りかけてしまうから、リスクっていうことになってくるわけですよ。で、狼狽売りということにつながっていくわけですよね。ということなんで、実際に暴落を食らった人じゃないと、リスク許容度っていうのは自分の中にどれぐらいあるのかっていうのは、わからないじゃないかなと、個人的には思ってるわけなんですね。そして、もう一つ、これがね、重要なことになってくるんですけれど、リスク許容度って私はそもそもね、あってはならないものだと思ってるんですよね。なぜかというと、これね、リスク許容度っていうのは、どれぐらいまでならマイナスになっても受け入れることができるのかっていう数値なんですね。私は1円たりとも損したくないわけですよ。ですから、溶けてしまうでね、お金がなくなっていくということはね、たとえ1円だったとしても我慢できないということになっておりますので、その観点からいくと、リスク許容度なくなってもいいお金、100万、200万までだったらいい、何を考えてんねんというふうに思ってしまうわけなんですよね。ですので、私にはリスク許容度はいつもありませんという話をしてるんですね。なぜかというと、私はレバナンスソクルを信じてるからですよね。信じてるからということはどういうことかというと、どこまでも限りなくゼロに近づいて、レバナンスもしくはソクルのね、基準価格が低下していったとしても、私は必ずね、上昇すると信じてますからね。けれど皆さんそうじゃないんですか？アメリカのね、株式投資をされてる方っていうのは、上げ下げ上げ下げがあって、暴落が来たとしても再度そこから立ち上がって、暴落来る前の最高値を更新していってくれる。これがアメリカの株式だ。アメリカの指数にね、投資をするんだっていうふうに考えてる人ですよね。それ、本当に信じれるんだったら、別にどこまで下落していったとしても、平気でホールドできるんじゃないですか？狼狽売り100万円損したとかって言って、100万円損したからって言って、売るとかっていうボタンをね、押さないんじゃないのかなというふうに思います。逆に、レバナンスソクルとか、まあ自分が購入する商品ですよね。それの未来、必ず右肩上がりで上がっていくという商品を選んでるわけでしょ。選んでるわけだったら、なんで価格が下がったら売っちゃうのと。価格が下がった時にはニコッと笑ってスポット購入というね、ことになってくるわけじゃないですか。ということがありますので、まあ私にはね、リスク許容度、損していいお金なんて1円たりともないと。そして下がって狼狽売りするぐらいだったら初めから買うなと。下がってもどこまでも限りなくゼロに近づいたとしてもね、ホールドできる、それだけのね、信じれる商品を選んでおかないとダメと。そして、レバナンスソクルっていうのは2022年、あれだけの大暴落が来ました。レバナンスは 64% 下落、ソクルは 90% 以上の下落が来ました。それでも繰り上げ償還なんて来なかったということは、ガチをしていたら今どうですか？最高値までは戻っておりませんけれど、かなり株価戻していますよね。そして最安値付近で購入したレバナンスソクルたちっていうのは、驚愕のパフォーマンス出してくれてますよね。これが現実なんですよね。ですから、信じれる商品しか買ったらダメ。必ず上がっていくと自分が信じれるかどうかね。未来なんていうのはね、実際未来にならないとわからないわけですよ。ですけれども、自分が信じれるかどうかっていうのは自分がわかりますよね。リスク許容度、これは、暴落が来た時にメリメリと資産が減っていったのを目の当たりにした人しかね、本当に自分がどこまで耐えれるかなんていうのはわからない。けれども、どこまで下がっていったとしても、ガチ欲していたら必ず上昇していく商品、レバナンスソクルを
購入してるんだったらリスク許容度なんて関係ないぜということでね、がっつりとガチをしていけばいいんじゃないかというふうにね考えております。ですのでね、まあ巷で騒がれてるリスク許容度っていうのは私にはね全く当てはまらないと思ってるんですよね。特にレバレッジ型のね商品を好んで取引される方っていうのはリスク許容度っていうのを考えるんじゃなくて、その商品本当に下落した時にゼロに近づいていって併合を食らうかもわからないといった時でも信じてホールドできますかというね、ここを考えていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。さあ今日もアメリカのマーケットは開いていきます。ナスダック100の先物が今上昇していってる、じゃあ他の商品も上昇していってくれるのか確かめていきたいと思いますので、次はライブ放送でお会いしましょう。お待ちしております。